アルトランシュテット条約は、大北方戦争中の1706年10月13日に、スウェーデンウォーカール12世とザクセン選定貢献、ポーランドリトアニア共和国の国王アウグスト2世で、締結された条約である。アウグスト2世は、ポーランド王位への請求を取り下げ、ナルバ条約によるロシアとの同盟を破棄した。グロドヌ戦役も参照スウェーデンウォーカール十二世千七百五年十月四日。 スタニスワフレシチニスキーは大北方戦争中に、ポーランド・リトアニア共和国の広大な領土を占領したカール12世を代表して、ポーランド王に退官された。サンドミエシュ連盟で組織された共和国の一派は1697年以来のポーランド王アウグスト2世への支持を続け、ロシアツァーリ国のピョートル1世との反スウェーデンド盟を継続した。その結果として起こった。 1704年から1706年までのポーランド内戦はアウグスト2世にとって不利な結果に終わった。彼はポーランドリトアニア共和国への支配を奪回しようとしたが1706年初の黒殿の戦いでカール12世にフラウシュタットの戦いでカールグスタ・フレーンスケルドに敗北して失敗した。フラウシュタットでの敗北により ザクセン選定公領の守備がほとんど空になった。カール十二世がレーンスケルドと交流して、シュ主ジエンを通過して、ザクセンを占領しようとしたとき、アウグスト二世は抵抗しなかった。ザクセン選定公権ポーランドリトアニア共和国の国王アウグスト二世。アウグスト二世は、スウェーデン帝国渡航は、ポーランド王位への請求を取り下げ、スタニスワフレシチニスキの即位を承認して、それを祝った。 プレオブラジェンスコエ条約となる場条約により、成立したアウグスト2世とロシアの同盟は無効とされた。アウグスト2世率いる軍勢のうちロシア人は、すべてスウェーデンに捕虜として引き渡された。ヨハンパトクルは、犯罪者であると宣言され、スウェーデンに引き渡された。条約は秘密裏に締結された。スタニスワフレシチニス機外交官、政治家のヨハンパトクルは処刑された。 条約がピョートル一世に公表されると彼は失望した。ロシアの外交官はザクセンとスウェーデンの単独講話の可能性に気づいており、実際1703年からロシアの単独講話を交渉していたが介入することはできなかった。さらにピョートル一世はアウグスト二世を同盟者だけでなく親しい友人としても扱った。アウグスト二世が請求を取り下げたことで、 ピョートル一世は、ハンガリーの反乱者ラーコーチフェレンツ二世、イギリスのマールバラ公爵、ポーランドのヤクプルドビク・ソビエスキ、オーストリアのプリンツ・オイゲンなどに、ポーランド王への即位を打診した。ポーランド・リトアニア共和国国内では、条約がスタニスワ・フレシチニスキを取り巻く状況を改善させた。その後、彼は、下級貴族の一部からの支持を得た。 1709年6月27日のポルタバの戦いでピョートル1世がカール12世に勝利したことで1709年のトルン条約によりアウグスト2世がポーランド王に福井ロシアとの同盟を再開した。ありがとうございます。